どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。連日愛知県名古屋グルメをご紹介しておりまして、今日で最後でございます。ひき肉のトリコさんというお店なんですけど、今10時半前なんですよ。11時からさオープンなのにもう並んでおります。で、名前の通りひき肉ってついてるんだけども、今巷で流行っている行列のできるハンバーグ、この名古屋でもブームが来てるみたいです。で、ハンバーグはさ、トッピングがいろいろあるわけですよ。そうなんです。これが今回俺の目的なんだよ。その中にね、自動系のやつがあるのよ。ハンバーグって珍しくない？そう。で、あとチーズフォンデューみたいなトッピングのやつもあるんだよ。このお店の看板メニューがチーズケーキがあるから、これまさにチーズ好きの方にはもうたまらないし、お肉好きの方もたまらない。で、撮影の許可取るときにね、お店の方からなんと東京の渋谷に年末オープンされるそうです。だからもしさ、渋谷にオープンしたらまたその時うちらも行こうかなと思って。そうそう、行けますもんね。で、店名にさトリコってついてるじゃん。この由来がお客様をトリコにするという意味で、ひき肉のトリコってついてるみたいです。だから今日はひき肉のトリコさん紹介して、ワッキー TV の視聴者さんもトリコにしたいと思います。早速メニューなんですけども、究極のハンバーグ定食、税込みで1,400円、ご飯おかわり自由になってまして、このハンバーグ定食を目当てに皆さん連日並んでおります。愛知県のご当地食材を使ってまして、で、他にもプラス150円で、豚汁、それから生ハムグリーンサラダもあった。で、トッピングなんですけども、これ4種類ですね。プラス200円から400円でこの4つのトッピングをつけることができまして、今回僕が目当てに来たのがこの二郎で、プラス400円、ニンニク油辛み調整可能とか。あとさ、卓上の調味料が一つ一つねこだわってますね。こんなラインナップになっております。この中で僕が気になるのがニンニクのかけらっていうのもあるんですけど、もう一個ね、自家製のサンラージャンっていうね、これちょっと気になるな。で、あと補足説明なんだけど、男性の視聴者の皆さんお待たせしました。このひき肉のトリコさん、従業員の女性の方何人かいるんですけど、全員可愛いです。わけさん、どこ見てるんですか？自動トッピングの豚汁に変更ですね。はい、これ全部もやしで覆われてるという。もうニンニクの香りがすごいですよ。これも腹ペコ男子はたまらないと思います。そして味噌汁を豚汁に変更しまして、いただきます。うわ、これちょっと待った、野菜もすごい入ってる。大根、玉ねぎに人参かな。あ、こんにゃくも入ってますね。あ、里芋も入ってる。うーわ、これはいい。結構これ生姜効いてる。一口飲んだだけで体ポカポカしてきた。これはちょっと大げさじゃない？ほんとほんとに。本当ですか？うん、それだけ野菜の旨味とか生姜が効いてて、かなり入ってるんです。背脂の塊が刻んだのが入ってて、そうなんだ。これが結構甘い。うん、豚の粗挽き肉がゴロゴロ入ってて、ちょっと焼き目があるんですよね。で、さっきも言ったんですけど、この背脂がね、いい仕事してるんですよね。本気でご飯いっちゃった。おお、ご飯も美味しいね。愛知県に来てよかった。ちょっとバターが溶け始めてきてまして、ニンニクに背脂たっぷり、この中にかき分けていくと、もやしをまだ見えない、まだ、あ、見えてきた見えてきた。ハンバーグの、はい、ちょっと表情見えてきましたよ。このもやしたちをかき分ける楽しみもある。お、うん、もやしからいくってまさに二郎系ラーメンじゃない。ニンニク背脂効いてて、あとこのね、一等かな、ピリッとくるアクセントがまたいいですね。背脂はね、甘みがもちろんあるんだけども、味はそんなに濃くない。ちょっと待って、すっげえ肉汁すごいな、あふれまくりじゃんこれ。たまらない。なんだこの粗挽きは。弾力がすごいね。うん、うん、おおいで。
使うの汁です。そのままじゃないですか。背脂と刻みニンニクが結構攻撃的じゃない、野獣の食事みたいな。どういうことですか。かなりスタミナつきますこれ。あ、そういうことか、うん、あと女性でさ、二郎系とかそういうの食べたことない人まだいっぱいいると思うんだよ。そうですね、こういうので試してみてもいいことだね。あ、そういうことか、うん、ここだったら来やすいですから。うん、言っててよかった。もう俺取り込んなりました。なかなかもう。でこれをご飯と一緒に。正解。何だこれ。めちゃくちゃうめえぞこれ。まだ TKG があるんで。まだあるんで。その店どんだけ僕たちを楽しませてるんですか。まだ取り込んなちゃったよ。なんか言うんですか。ラーメンかけることでね、よりハンバーグの旨味以上に甘みを感じる。あ、そうなの、ね、うん、引き立つんですね、うん、ご飯おかわり、ご飯おかわり、はい、チャンネル登録よろしく。もうね、俺我慢できないからもう TKG いっちゃいます。あ、失礼しました、穴を作るの遅れた。俺としたことが、あ、みんなちょっと興奮しすぎですよ。これは自家製のサンラージャン、これをつけまして、DKG 専門店か。卵はね、なんか濃厚とかっていうよりかはなんか爽やかな感じだね。でご飯も卵もどっちもね、まあ、愛知県産ということで。お誕生日の方がお店の中にいらっしゃるということで、チーズケーキに花火が刺さってて、でみんな写真撮ってます。で女子たちの誕生日祝いでキャピキャピしてるのを横目に二郎系ハンバーグをいただくと。正反対じゃないですか。うんうんうん、なんで誕生日の方見ながら食べてるんですか。ポケさん何やってるんですか。え、またご飯おかわりするんだけど、卵ついちゃってるから拭いて、お店の方がほら受け取るときに卵つかないように。あ、そういうことか。そうそうそう、ここまで考えてるんです。当たり前です。ご飯おかわりお願いします。拭いてあげることでお店の方がね、取りやすいでしょ。はい、どうぞ。ひき肉のトリコさんさ、まあ正直お店女性が多いんだよ、うん、だけどこれどっかで火がついたら男いっぱい来ちゃうぞ。来ちゃいますね、ヤッキー TV で火がついちゃうんじゃないですか。このチャンネルで、このチャンネルで。あれ、ゆっちもう3杯目食べちゃった。一瞬でいっちゃいました。早いの。ご飯おかわり、ありがとうございます。4杯目。最後は TKG でいただきます。 TKG で。あなたのこれ何なんですか。ヤギさん、これ最後 TKG に乗っけるようにほぐしたんですよ。これトッピングするんですよ最後。TKG にもハンバーグの要素を入れていくと。そうなんです。悲しいことにハンバーグ最後の一ケース。ということで、ひき肉のトリコさんのチーズケーキやってきました。でこれが、まあ、デフォルトの普通の大きさの、チーズケーキになります。でこっちがセットのハーフの方のチーズケーキになります。でホットコーヒー、瓶詰めソーダに関してはもうお店のオリジナルということで、ここでしか味わえないので、まあ、これは言っとかないと。と、おお、チーズケーキすげえうめえぞ。めっちゃうめえこれ。爽やかな感じ、さっぱりしてる感じ。そうなんですね、うん、この部分がさ、濃厚さっていうほどではないんだけども、若干なんかカスタード寄りかな。俺初めて食べたこういうチーズケーキ、あんまりなんかチーズチーズしてないんだよ。そうなんですね、うん、結構これ俺の好みだね、カスタード寄りだから。カスタードワッキーさん大好き、うん、完全にスイーツ専門店。で、これゆずジンジャーなんだけど、高知のゆずを使ってる。さっぱりする。なんか今日あれだね、ひき肉のトリコを存分に味わっちゃったね。そうですよね、うん、
ということで、ひき肉のトリコさん食べてきまして、今表出たらさ、見てください、すごいよ。すごいですよ。さっきよりも長蛇の列ができてました。また並んでます。いや今回さ、撮影の許可取るときにね、空いてる時間帯でって言ったらさ、もうずっと混んでるんで、だからオープン前に来ていただけるとみたいなね、そういう話もありまして、でも本当にね、ハンバーグめちゃくちゃ美味しかったです。すごい粗挽きだったよね。めっちゃやばかったですね。肉汁も爆発したし、グラムが250グラムだったけれども、結構食べ応えありました。でいろんな調味料を使ったり、まあ、今回うちらトッピングでね、あの味を変えたりとかしたけども、あなたのチーズもね美味しそうだったし、トローリング最高でした ね、まあ、俺はもう二郎でガッツリちゃったけどチーズケーキのね、チーズチーズしてないチーズケーキあのスイーツは食レポが下手なんで申し訳ございません、まあ、スイーツもかなひき肉のトリコ、矢場町駅5番出口から徒歩約5分、それから堺駅から徒歩8分の場所にあります。今年の6月にカフェ業態からこのひき肉のトリコさんっていうね屋号に変わって、4、5ヶ月ぐらいでもうこの長蛇の列ができてますから、ぜひ堺エリアにお越しの際は食べに来てみてはいかがでしょうか。そして今回のコメント紹介は H 陽子さん、愛知県の動画ありがとうございます。息子が埼玉県から愛知県に転勤になって早5年になります。息子もコロナの影響もあり2年ほど帰省してません。来年こそは息子に会うのと、まだ行ったことのない愛知県を楽しみたいと思いますので、今回の動画参考にしたいですというコメントです。おまさに今回のうちらのさ紹介したお店、ぜひぜひ参考にしていただきたい、うん、このように毎回皆さんからのコメントをご紹介しております。コメント、それから高評価お待ちしております。ということで名古屋駅に到着しました。約3泊4日でございましたけど、どうでしたか。楽しみ尽くしました。楽しみ尽くした。それあれだよ、愛知県に住んでる視聴者さん悲しんじゃうよ。そっか、まだ3日でいいのって思われてるよ。そっかそっか、ポケットダメですやっぱ今回は泊数が少なかったので、あまり多くの飲食店はご紹介できませんでしたが、約5店舗かな紹介させていただきまして、愛知グルメいかがだったでしょうか。もしまだ見てない方いらっしゃったら、名古屋テレビ塔の前から、お店ご紹介してますので、ぜひ見てみてください。で今から新幹線乗るでしょ。乗ります。美味しいコーヒー飲みながら帰りたいわけよ。そうですね、いい店見つけちゃったパークコーヒーさん。おお、より美味しいコーヒーを提供したい。世界最高峰のプレミアムコーヒー、とあることらじゃ。これを飲みながら東京に帰りたいと思います。ワッキー TV、 次の遠征先は北海道は札幌でございます。札幌の視聴者さん、もしいらっしゃったらお邪魔いたしますんで、よろしくお願いします。お願いします。それではまたね。今回はね、女性の方2人ゲスト呼んでおります。ゆうりちゃんとふみぱんさんです。乾杯。